女、次女、三女、川崎三姉妹です。今日は韓国旅行で使える韓国語フレーズー。なんか久しぶりに韓国語系の動画を撮るのではないでしょうか。確かに。こんにちは、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 구독과 좋아요 부탁드립니다. 久々の韓国語動画 Yeah! Yo! あのね、以前ですね、もうミーナとリナ見たらやばい別人レベルなんだから。確かに。この動画、やばくない？これはあの服装がね、ちょっと失敗してましたね。ちょっとメイクとかも違うし、結構別人レベルなんですけど、久々に韓国語のですね、お勉強っていうか、まあ、使えるフレーズをちょっとまあ演技っぽく実践編みたいな感じで今日はご紹介していきたいと思うので、私たちのね韓国旅行でよく使うフレーズだったり、みんなちょっとこれ知りたいのかなみたいなのまとめてありますので、うん、ぜひ皆様最後まで見て韓国旅行行ってください。はい、韓国語レベルなんですけど、リナが一番できます、うん、なので私が、韓国行った時にこういう時困るなっていうのをまとめてきたので、はい、それをリナ孫仙人とミーナ孫仙人に、教えてもらいたいと思います。ひみねよ、ファイティン。川崎さん姉妹、韓国に着いた時にタクシーに乗ってここのホテルまで行きたいんですけどっていう時に、うん、なんていうか、なんかさ、この画面とかにそのホテルの名前とか住所を取っておいて、うん、ここまで行きたいっていうのもあるし、もうそのままなんとかホテルまでみたいなのあるよ。まあ、一番しんどいのはその韓国の住所スクショしといて行く前にここまで行きたいですっていうのがいいんじゃないですか。いや本当、韓国語で教えていただきたいんです、うん、じゃあリナソン先にもちょっとそれですか。はい、あ、こんにちは、こんにちは、次向きかじかじせよ。おーねー、明洞ホテルかじね。あ、ねー、かっけよー、ね、かっけよー、かっけよー。You make me feel special. なるほど。あのね、韓国のタクシーめっちゃスピード速いんですよ。当たり外れ結構あるんですよ。ね、めっちゃ怖いタクシー乗った時、うん、もうここ掴んで、うん、もうあのあれよ、ワイスピ乗ってるみたいな。マジでマジで。はい、という感じです。はい。じゃあ次、はい、まあ、ホテルに着いてじゃあ出かけます、はい、やっぱ皆さんお買い物しますよね。はい、じゃあお買い物行きます、はい、お店入りました、はい、でこれが欲しいって決まった時に、うん、例えば値段とか、うん、サイズとか、うん、いくらですかって聞いた時にどういう風に返ってくるのかとか、いろいろね、はい、教えていただきたいと思います。はい、はい、まずこれ欲しいですは普通に、いご探すぷんでよとか、うん、値段を聞きたいときは本当にいごおるまえよですよね。はい、なんかさ NHK みたいなNHK NHK みたいになったけど、例えばさ、そのいごおるまえよって言ったときに、うん、マモンとか言われるじゃん、うん、言われるね。それが2000円だった場合はイーマオンよ。そうなんですよ。それってなんかハナトゥーセとか、うん、イルイルサとか、うん、あの何が面白いな、イルイサムですね。サはもう4にいっちゃってます。そうですか。っていうのがあるじゃない、はい、を数字の違いがなんでって思うんですけど、それはでもさ、日本もそうじゃん、1つ2つ3つ4つとかあるけど、1個2個3個4個までと同じで、韓国にも数字で2個読み方があって、うん、時間の時がだいたいハナトゥーセネタタスヨスとか で数字、あの個数とかの時は、うん、イルイサムサオヤクチェルパクセ、めっちゃわかりやすいそれ、うん、まあだからだいたい値段で返ってくるのはそのイルイサムサオヨクの数字なので、そこは覚えていった方がいいかな、うん、そこにワンとか、そうそう、うん、つけるだけなので。なるほど。でも大事なんですけど、あの1000円の時はですね、1000円ってうちでも言わんやん、日本語で。それと一緒で韓国も1000円っていう単語はないので、1はつけずにマノになるんですよ。その数字をちょっと覚えていったら、あ、よせとかできるかな。なるほど、めちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。超ためになる。じゃあちょっと実践編、はい、行きたいと思います、はい、じゃあお洋服屋さんでこの服の色違いが欲しい時とかに、これの色違いの M サイズありますか、うん、違う色ありますか、なるほどとかね。はい、じゃあ行きます、はい、店員さん、店員だよ、はい、店員だよ。 You make me feel special.
네이거다른색깔있으세요아그거는블랙있어요아진짜요사이즈는하나예요아니 S, M, 라지도있어요아그럼이거 M 사이즈로아네네혹시이거새거있으세요아새거어새거있어이거응새거있어요아진짜요그럼새걸로해주세요아네감사합니다어이거45,000원이에요아네카드로할게요네연습실미리하세요네연습실주세요감사합니다 You make me feel special. 오みたいな感じのがそうだね。一連って感じ。皆さんお分かりいただけただろうか。結構お分かりいただけただろうか。ほら、お分かりいただけただろうか。としてはやっぱりあの金額の部分が聞き取りづらかったりとか だから数字を覚えるのと数字を覚えていくと一気にレベル上がる気がする、うん、数字を覚えると喋っても意味ないと思う聞いてもわからない、うん、やっぱじゃあ買い物では数字を覚えるのが結構大事数字を覚えましょうですね数字を覚えとけばそれに万とかチョンとかつけるだけやから、うん、4500円とか35,000円とか、うん、そういう感じで覚えれば本当単純に日本語と一緒だから、うん、5,400円とか、うん、金額さえ分かればさそうなんか安心して買えるし、ね、そうそうそうなるほどためになります、うん、川崎さん姉妹カフェ編あカフェ行くねみんな、はい、いや絶対行くよね一番行くねカフェで一番気になるのはやっぱりそのお店のおすすめメニュ ー, うーん日本語バージョンとすいません、おすすめのメニューって何ですか？っていうのを韓国語でお願いします。You make me feel special. 여기 제일 나가는 거 뭐예요？ 시청해주세요。아、토스트。아、이거요？이토스트인기많아요。이거인스타에 올라가고있는거이거맞아요아이거토스트예요오그럼이걸로해주세요네그리고아이스카페라테랑네바닐라라테아이스로해주세요네42,000원이에요네카드로네여수를빌려하세요네네감사합니다니도베로네기다려みたいな人おるめっちゃ、うん、おるやなこのカフェの店員好きってなる、ね、です絶対ご飯とか食べてたらトイレ行きたくなるやん、うん、そうかな確かにねトイレってどこにありますか、うん、っていうのを韓国語でお願いしますはい、はい、You make me feel special.네화장실어디있어요아저기아저기네있어네알겠습니다저기가아저기에요네휴지없어휴지휴지없다고요진짜가지휴지없어네너무잘해이거없어요없어네이거써감사합니다사장님너무싫어 You make me feel special.あの、휴지が없는トイレが多すぎますので。韓国ね、でも最近、ちゃんとついてきた気がする。流せるようにもなってきた気がする。結構最初は困っとったよな、ほんま。いや、マジで。もうティッシュ買わないわ。流したらダメだわ。なんでもうさ、おしっこしながらさ、おしっこおトイレしながらさ、目の前にさ、もうバケツあるやん。あれ嫌やね。ゴミ箱スルギトあるやん。なんかもう、息止めながら。わかる。ってね、そう川崎さん姉妹じゃあ食べ物編で聞きたいんですけど、はい、ご飯食べに行った時に例えばうちらって3人なので、うん、3人前頼むじゃないですか、はいはい、っていう時の人数分の頼み方を知りたいですはい You make me feel special. 저기요네여기김치찜3인분이랑네콜라3개랑네맥주한개랑맥주한개그리고밥공깃밥하나주세요응하나네응알았어요 You make me feel special. 結構その入った時から、うん、もうあっちから두분이세요とか、うん、二人ですかとか聞かれるから、うん、その時にねって言えた方がスムーズにいけるかも、うん人数をそうやって聞かれるときは逆にハナ・トゥ・シェの時で聞かれることが多いので2人だったらトゥ・ボンとか言われたりするからそっちもまあ4人までぐらいの数字を覚えておけば大体使えるかなそうだね感じかなハナ・トゥ・シェ・ネ
るほど。なるほど。OK。川崎さん姉妹。はい。というわけで、久しぶりのね、ちょっと韓国語講座的な感じで、まあ、今回はフレーズ編みたいな感じでやったんですけど、みんなにもなんか、こういう韓国語知りたいとか、こういう時になんて言うのみたいなのがあったら、ちょっとコメント欄でですね、教えていただきたいなと思います。はい。第2弾はね、そちらのコメント欄を参考に、ちょっとやりたいなと思っております。思っております。なので皆さん気になるフレーズや単語とかありましたら今回このコメント欄によろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今回の動画が少しでも参考になりましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンニョー。